実物大ガンダムの骨組みの前、そこに座る3人の男たち。皆さん多分ご存知かと思いますが、カメラの前まで自己紹介お願いします。はい、テクニカルディレクターをしてます石井明典です。よろしくお願いします。はい、システムディレクターの吉崎と言います。クリエイティブのディレクションやってます川原です。よろしくお願いします。今回は3人のメインディレクターによる座談会。気になることガンガン聞いちゃうぞ。動くのかガンダム、夢への挑戦。第10回記念、動かす男たちのガンダム座談会。では早速いきます。ガンダムを動かすことは可能だと思った？ Yes or No。私もしガンダムを本当に動かすことがあったら絶対私が制御をやるって言っちゃってるところがあって、動かないはずがないっていうところからやってます。10年前に立てることをやらせていただいて、その後に、やっぱり動くんでしょっていうプレッシャーをいろんな人からかけられるのと、富野監督からも次ぐらい動かせって結構かなり激を飛ばされてるんですけど、多分自分一人じゃできないのは分かっていたから、どういう方々と一緒にやることになるのかやれるのかってところで、このクエスチョンが自分の中でいつもあった。一番最初はいや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  18m ですからそれは難しい、ね、無理ですよっていう、18m のものをガンダム歩かせるとなると、やっぱり 18m のガンダムがこけるっていうことを想定しないと先には進めないので、結構かどうかっていうのを議論してる時間が実はすごい長かったんですよ。正直我々もやりながらこれから見つかるんじゃないかとか、次はいける可能性があるなとか、結構ポジティブに見えてる部分も増えてきたなとは思っています。だよみたいな、エンターテインメントとして動かすんだよっていう話を伺ったんで、それであればある技術で限定していければ、その限定した範囲では動かせるかなっていう形にを考えていたっていうところなんですけど。プロジェクトに参加してラッキーだったことは？羨ましい。確かにそうかもしれない。初期の頃って結構手作りのサンプルとかやってたんで、そのためにメガサイズを何個買ったかな、多分56箱買ったんですよね。こういうプロジェクトでこういうのやってるっていうと、なんか若干ピクピクしながら反抗してくれるっていう。やっぱ富野監督に直にお会いできて、お話ができて、最近は一応名前も覚えていただいているというのがもう非常に信じられないぐらい光栄なことで、もう本当に世界中に発信して、動くんだよ、どういうことが起きるんだよ、どんな迫力があるんだよっていうのを全部世界に伝えていけると思いますけど、一個だけ伝えられないことっていうのがあって、それはこのガンダムを動かした瞬間の感触、それだけはどこにも公開できないよっていう、これが一番ラッキーなことなんじゃないかなって思っています。ちょっとこれやり直していいですか？大喜利になってる。俺ガンダム好きだなと思った瞬間は？リアルサイズのモビルスーツ大のガンダムが動いた時のこのテンションが、もう本当人生で一番 マックス高かったな。ガンプラでもなく、やっぱリアルなサイズのガンダムが好きなんだなっていうふうにすごい思いました。今回デザインされたガンダムの顔の造形を見た時に、あ、今回のガンダムの顔はこうなんだって知った瞬間が、巨大ロボじゃなくてガンダムとしてテンションが上がった瞬間なんだなっていう意識があります。合格だった？もちろんですよ。そんな私はこの間の発表会の時に30分の1の模型を当日持ち込んだんですけど、スケジュールは割と余裕があったんですが、やっぱり結果前の日徹夜になっちゃう、大人がガンプラしっかり金かけて作ったみたいな世界があってですね、言ってることが中学生とか高校生の時変わんないなと思ってですねいい年して、やっぱり好きなんだなと思いました。改めて富野監督の言葉で納得した一言は？本当にこの5本指で作業ができるのかできないのかっていうところを熱心に伺われてまして、今回は残念ながら作業するためのものではありませんので、いうところで聞いた時に、このサイズで5子の反動を作るべきではないんだなとなるほどとやっぱり思っちゃいましたね。動くガンダムについてで言うと、その前後じゃなくて上下なんだか必ず必要なんだっていうとことかっていうとこが、そのやっぱその観客の視点に立ってすごい考えてる、やはり演出家としての考えがすごいお持ちなので、なんかそこら辺がもうちょっと僕らとは次元が違うなっていうのはいつも感じてます。まあ、アニメーションの再現とか、まあ、プラモデルの再現とか当然そういうのをやるつもりはないんですけど、そういうこうイメージをなんとかこう再現しようとかっていうこと自体がそもそもあまりこう高いところを望んでないんじゃないかみたいなことをこういうのは言われたんですよね。10年前よりはね相当進んでると思ってるんですけど、それは自分たちのレベルの満足感だろうってみたいなことをこれでも言われました。現場で起きた一番焦った出来事は、本当初期の頃の2年間ぐらいって結構やっぱ迷走してたと思うんですよ。これって間に合うのかなって本当に思ってる瞬間があって、やっぱやることのハードルの高さと時間がどんどんなくなっていくっていう、まあ、焦り感っていうのはやっぱりありましたね。結構早い段階から足の長さって重要ですし、形すごく重要ですしって考えてる中で、突然78じゃなくてユニコーンにするかみたいなのを聞くと、こう冷や汗が出るというか青ざめるというか、あ、それ見た目はガンダムだけど全然違うんだよっていうところがすごくゾクッとくるところがありまして、デッキも台車も作り始めてるっていうタイミングで、墨十さんの台車の方のやってる担当の人から「ちょっとモデル見てたらデッキにめり込んでるんですけど」みたいなのをこれは僕の私のちょんぼでして。では最後に後ろにいるガンダムに一言お願いします。多くの人たちに、夢と希望を与えてあげてください。よろしくお願いします。ギリギリまで性能を引き出してやるぞっていう覚悟があるので、1年間壊れずに動いてください。お願いします。収録は以上で、はい、お疲れ様です。はい、なるほどね。かける石井さん、川原さん、吉崎さん、座談会大変お疲れ様でした。ガンダムを動かそうとする真剣な大人たちの思いを乗せて、ガンダムは動く日を待っている。まだ骨だけどね。次回はガンダムの外装パーツについて、河原さんがタガを外して徹底解説。いじられポイントは何でしょうか。